利根川に来てる、また水が汚い。水ってやつは本当汚い。動いてないんだよね、これ。水門がね、後ろの水門を閉じてる。だからだと思うんだけどね、水ってやつが汚い。と汚いやつだよ。なんかね、ごま吸ったみたいなね、油が浮いてんだよね。ほんとね、ごますりはうまいからね。これ釣れねえな、これ多分。ちょっとね、懸命とか偉そうだな、それちょっと言い方。親愛なるね、親愛なる、これをご覧になっていただいてる人はひょっとしたら気づいたかもしれませんが、ででん、道具がね、新しくなってんだよね。また無駄遣いしたとか言って怒られちゃいそうだけどね。塩を買いに行ったんですよ、塩。食べる食塩ね、ヤックスドラッグっていうのがあるんですよ、この辺で。なんで塩買いに行ったかっていうと、金魚が元気、サミ金魚がね、元気なくて、で塩を入れるといいから塩を買いに行ったわけ。そしたら、そのヤックスドラッグってドラッグストアのくせに釣り具がいっぱい売っててね、この辺のだと一番でかい釣り具屋なんのかな。で、なんで見たら、この一個前のモデルらしいんだけど、このジリオンってやつ、これが半額になってて、で白衣着てるんですよ、店員さんが。薬局だから白衣着た店員さんに、これなんでこんな安いんですかって聞いたらね、片落ちですって言うんですよね。で、在庫限りですと。でね、釣り具がなかなか半額になることってないんですよ。私ほらゴルフもやるでしょ。ゴルフってすぐ安くなんだよね。ゴルフはね、ほんと舐め腐ってんだけど、毎年とかね、1年おきにニューモデルチェンジするんですよ。そうするとね、もうモデルチェンジしそうになると、もういきなりね、売り切り価格になるんですよ。くっそ安くなんの。だけど釣り具ってなかなかね、値段落ちないんですよね。あんま釣り具はね、ゴルフって結構技術革新が激しい、釣り具も革新は激しいんですけど、ゴルフはね、ゴルフのやっぱりあれかな、買い替える、ね、前の俺みたいにね、バカみたいにね、下手くそなくせに、ね、道具にこだわっちゃってね、それお前腕のせいだっていうのにね、なんか やったらね、道具買っちゃったんですよ、一時期。最近なんかもうね、自分の持ったクラブをね、ちょっととある事情からね、処分されちゃって、勝手に。なくなってたらどうしようと思ったらね、やっぱ捨てる神あれば拾う神ありって本当ですよね。私にね、一式プレゼントしていただいた方がいたんですよ、本当ね。そういう人はありがたい、本当そういう人はありがたいですよね。で、その人からいただいたクラブで今やってるんですよ。ドライバーはちょっとね、ドライバーだけは、ドライバーとユーティリティか。ドライバーとユーティリティだけはちょっとね、中古で安いの買ったんだけどね。ほんとね、すぐ安くなんだよね、ゴルフクラブって。だいたい最初で2割引きか3割引きになるでしょ、定価の。で、そのマークダウンっていうんですよね。次のが出るよっていう発表しますよね、次の。例えば秋に、その新作出ます。で、それ発表が多分ね、春とか初夏ぐらいなのかな。そうするとね、以前のやつがもう一気にね、5割引きとかになるんですよ。でもそれをね、知ってる人はそれを狙って買ったりもするんだけど、私
ちのねクラブなんかいただいたものでね、でねまたね、まあいいやつなんだけどね、アイアンなんかね20年ぐらい前のクラブですよ。それでね一応ベストグロス取れるんだからね、いかにクラブじゃないってことですよこれ。ほんとね、あのもしもこれをご覧になってる方でね、クラブにねそんなお金かけてる人もいないだろうけどね、私やっと分かったんですよ、ゴルフクラブをいっぱいお金かけて、あこれ違うんだなってね腕なんだなって分かったんですよね。あだからね、そうそう、これからゴルフ、ま、あの上手くなりたい人にね教えたいのはね、まずはねやっぱ習うことだよね。でね、いるんですよ知り合いで、何十年もやっててね、それもてめえの金でやってないわけね、てめえの金でやってないゴルフっていうのが 何かっていうのよく分かる、まあレギュレーションがあるからこれ以上詳しく言えないんだけど、てめえの金でやってねえゴルフをね毎月っていうか毎週のようにやってるわけ。それも、まあ、てめえの金でやってるのもあるんだけど、それなのにね、このサミゴルフより下手くそがいっぱいいんすよ世の中。ほんとお前何が楽しくてゴルフやってんだと思うんだよね。いいんですよ別に、あのね、例えば月1楽しみにして、ね、そんなスコアとか関係なく、何ゴルフを楽しみたいんだっていう、そういう楽しみ方ももちろん私否定しませんよ別にね。一番そういうのがね楽しいかもしれないですよね本当言ったら。だけどね、なんかねやたらなんかね2を気取ってるわけそいつは。なんかやれクラブがどうだ、やれどこのコースがこうだね、やれ なんとかの設計だとかね、その割になんかね 100とかをねちょろちょろしてるんですよ。たまにまあたまになんか運がいいとね、まあ、いいスコア出すんだろうけど、これ水が汚ねえな、水が、水やっぱ水ってやつは汚ねえんだな。これダメな、見切った方がいいのかな、これこういうのはプロだと見切るんだろうね。そういうとこはやっぱねプロとアマチュアの違いなんですよ、やっぱ多分やっぱ期待したんですよねバカだから。ここいつものね実績ポイントなんでやってんだけど、多分プロはねこういう実績ポイントでも入ってね、あっちこれ違うなって言ったらすぐね移動するんでしょうね。でもねプロはほら バスボートがあるからビャーっと移動できるんだけどね、私なんかほら徒歩だから、ここまで徒歩で来たんですよ私。30キロぐらい歩きましたよ、夜通し歩いてるんですよ。いや新しいね道具はやっぱ投げやすいなこれ、本当にいいリールなだけあるよこれ。やっぱこれダメかな、水汚くて、あとねやっぱ水が動いてないとね、止まってるとダメなんですよ何でも。分かったんですよこれ、海釣りやってやっと分かったんだよね。海釣りもね潮が止まって流れが なくなるとね、途端にね餌食わなくなるんだよね、面白いことに。海の魚ってで川の魚もやっぱそうですね、これ全く生命感がないんだもんこれ、まあ、汚ねえっつうのもあるけど、なんだよこれ汚ねえな、ほんと汚ねえやつだあいつら、ほんと汚ねえ。電車が走ってますね、貸しませんって言うんですあれ、4両編成だな、わかりますか、これ鉄橋を渡る音って私好きなんですよ、ドゴン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 っていうね。最近電車もあんま乗ってねえな、そういえば乗りに行かねえと。私電車も好きなんですよ何を隠そう、小森はね電車も好きだったっていうね、小森さんに怒られちゃうなこれ、ほんとおかなそうだからな、あの人ダメかな、これやっぱ汚ねえもんな、どうしよう。よし、あのもじゃまでやって帰ろう、またいつものもじゃ、もじゃを。なんでこんな汚くなるの、でも流れが淀むのかね、やっぱここはだからいいのかな、逆に結構ね激流なんですよね、見た目に反して利根川って流れ出すと。
そういえば激流っていうね、また B 級映画あったな。誰だっけあれ、ケビン・ベーコンかなんかが悪役なんだよな。メリル・ストリープかなんかをね、家族がなんかね、その激流でね、ケビン・ベーコンだったと思うんだよな、なんかね追っかけられちゃうっていうね、つまんねえ映画だったな。あれもレッドブルっていうね、その名もレッドブルっていう映画なんですよ、シュワちゃんのね。それ借りに行ったらないんだよね。どうしたんだろう。あれウォルター・ヒル監督ですよ。だって名称ウォルター・ヒル監督がですね、あれね、レッドブルはねロシアのね刑事なんですよ。 KGB だったかな、ロシアとかソ連ですね当時。それがね、なんかね、凶悪犯がアメリカに逃げたってんでね、追っかけてくるわけですよ日本に。それでアメリカの刑事とこう、なんていうんですか、こうあたぶつかりながらもなんかね友情が芽生えて、で犯人を追い詰めていくっていう映画なんだけどね、なんかすごいアクションっていう割にはなんかね、最後だからバスをねなんかね転がすっていうね、転がすっていうかバスをね、なんかその辺暴走させるっていうね。あーやべ、映っちゃった、すいません、死体が映っちゃった。バスをねあれするっていう、そういうね大したねアクションじゃなかったんだよな。あれ誰だよ、こんなたらこを捨てたやつ。うわ、クモの巣だ。ダメかなこれ、もう11分経ってんのか。静寂を破ってね釣ってほしいよね。で今度こそ釣れたらね、あのカメラを止めちゃダメだよね。カメラを止めるなって映画あるでしょ。あ、見たことないんだけど俺。それにね、うちの別荘のね近くの、あの行ってこのバラ、うちの近くのね別荘の近くに銚子電鉄って走ってんですよ。でそこがねもう潰れそうなんだけど、一生懸命ねやってね、いろいろやって電車をなんとか走らせるっていうね、もう見上げたもんだよね本当。ああいうやっぱ社会的使命をね果たす、やっぱ企業にはねそういう使命がありますよね。なんかねてめえのところのねがいくら儲かったとかね、そんなことばっか考えてるやつらにね、ほんと爪の赤をね煎じて飲ませてやりたいって、このことですよ本当。なんかね何かっていうとそうしか言わないんだよね。だからね自分の要はね、自分たちがどういうふうに社会に対して恩返しというかね、会社の存続意義っていうのは利益追求もあるけど、そういうね社会に対する責任っていうのもあるわけですよ。会社として優遇されてるわけですから、会社としてはね、そういう個人で何かやるより多分。で従業員をね養うって、それもそうですよ、儲けるっていうのもそうでしょうけど、その前にやっぱね社会的にどういうね、なんていうの、使命とかどういうあれを果たしていくことかっていうのがね、ない会社っていうのがね多いですよ。だからね銚子電鉄を見習うべきだよね。電車を止めたらね困っちゃう人がいっぱいいるわけで、まあ、今いっぱいではないけど、小学生とか車を持ってないおじいちゃんおばあちゃんが病院に行くとか薬局にね行くとか、それが